ドコーンじゃない忍びシャドウ、うん、忍びシャドウ乱舞。はい、どうぞ。はい、これだけ出ねえと面白いよね。こっち2つで、まあね、あれじゃない、長井さんの引きが試されるやつ。3つ並びで買ってきたからな。あー、え、だったらいけんじゃん。あの時めちゃくちゃ混んでたっけの店は。あ、マジで。ベイブレードはそうでもないけど、これは多分期待値低いと思うもんな。長井さん黒、黒、黒、じゃ黒以外出したら勝ちだな。サイログ強いんだけど、あの大船ってとこギアポイント欲しい。ギアポイント欲しいんだ。そう、持ってねえから。あ、ユニコーン買ってねえもんな。だのよ。あれもでもなかなか売ってるね、ユニコーンもね。そうね、ユニコーン自体が強いからってありだな。買っていいんじゃねえかなと思うよな。ね、メザドロッド再販か。やっぱり、ね、すぐ売り切れそうだよ。だね、なんか普通に持ってる人でも厳選しそうじゃね。長井さんの両個体だもんや。らしいんだよ。重さ測った感じ？いや、あのね、うん、後で見せるけどさ。うんうん。あ、これ北だもん。メタル。メタル。メタルニードル。これ違った。まあ、GP だからまあ、まあ、当たり。狙い通りか。狙い通り。で、これワンチャン長井さんも含めて全部可能性ある。ね、生身だ。何色だ？黄色。思ってる重い気するけどな。でも軽いんだよね。ね。黄色ってかなんか金色みたいな感じなんだね。確かに。かっけー。ちょうど色じゃん。だね。綺麗ではないっていう。レノンも買ったのかな。シャドウは買ってねえんじゃないかな。だがした。あのヘルズハンマーは分かったけど。あ、ハンマーね。ハンマーは強い。シュートは突き出し、綺麗綺麗。スリー、スリーセブンティーだ。おお、セブンティーか。あれ、スリーセブンって持ってんだっけか。あれと一緒か。ハンマー。ああ、そっか。あ、待って、結構綺麗じゃね。見た感じいいね。うん。いや、使おう。これはかっけえ。さて、本命の、本命のメタルニードルが出るのか。我慢できない子供の開け方。確かにね。メタルニードルチャレンジ。ラチェットでも触れば終わりそうだよ。ああ、違う、これはかぶった。手かぶった。え、あ、黄色かぶり。黄色かぶり。黄色かぶりか。これ1個レモンスあげよう。ああ、いいかも。あ、マジだ。GP だからすぐ上がるにゃ。確かにな。ギザギザしたっけ、もう。そっかそっか。そう、ギザギザしたの。黄色かぶり。黄色かぶりか。これはこれで地味に嫌。